に抽選に興味があるのは初めて。毎回それなりにドキドキしてるけど、そう、ここまで緊張することないわ。うん、分散されてほしいですね。まあでも本当にこればっかりは運なもんで、うん、祈るばっかりですね。祈るしかないですね。よろしくお願いします。7月23日立川ステージガーデンにて、いつものとこ縦に長いところで、チケットも販売されますし、生放送もあるでしょう、きっと。てかあるんじゃないかな。立川はひのちゃん得意。いや、立川っていうよりか舞浜だね。私が得意なのは、一番得意なのは、立川ステージガーデン。も別に苦手ではないんだけど、赤坂と比べると舞浜アフィシアターが一番得意ですよ、私。円形の2階席がなくて、こうステージがあったらこういうドームみたいになってるんだよね。うん、まあでも今美女と野獣やってるんで立川は1階があって、で1階の後方がちょっと見づらくて、で2階がこういう形で席がある。まあでもあそこ場所が慣れっこですね。いや、舞浜アフィシアターはまた死ぬまでに立ちたい場所だな。あ、でも立川か、前回と違うね。前回はまた一個違う会場でしたよね、確か。もうちょっとホールっぽいところだった気がする。日本青年館か、そうだそうだ。決勝ファイナリストライブは確かステージガーデンだったけど、決勝はそうだ、日本青年館。なるほどね。どうなんだろうな。うん、ファイナリストライブのとこね。はい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 、もう完全に思い出した。
市川ステージガーデンはまあ最近だとすごい身近というかよく立ってる気がするね。楽しみだけど、ちょっといつもより準備期間が長い。いつもだったらもう1ヶ月前とかなんだけど、大抵今回2ヶ月弱ぐらいあるので、しっかり準備していきたいですね。曲はもう私予選の曲より先に候補は決めてて、あ、これなんか割れてた。そう、なので通るかどうか。ね、組み分け。これが怖いってことよ。早く選曲決めて練習、確定で練習したいよね。うん、明日は鉄道博物館のイベントです。イエーイ、よろしくお願いします。ペコリンチョ、よろしくお願いします。鉄泊、そう、大宮からニューシャトルで一駅だよ。鉄道博物館という駅があるのでつながってるんです。うん、よろしくね。寝不足が回ってきてる早起きなので寝なきゃ。もう早起きってほど早起きじゃないけど、私にとっては早起きだから、うん、明日はそう、整理券が一応先着なので、どうだろう、規模感がちょっと分かんないな。100人なんとも予想もつかない。よろしくね。ね、そう、ちょっとさ、精神をすり減らしたもんでね。ああ、時鉄チャンネルも更新されてるのでよかったら見てね。ということで、壇上を読んで終わりにしますか。ちょっとね、回復しよう。13位むつきさん、12位突破球さん、11位しんいちさん、10位たむひろさん、9位バタちゃんさん、8位とうごさん、7位ひよりげたさん、6位ひのひいのさん、5位おいちくんさん、4位たかさん、3位よったさん、
2位高尾ちゃんさん、1位市田さん、ありがとうございます。ゲーム部も楽しかった。まあね、ゲームね、こう目にきますからね。そうそうそう8番出口は用紙なあれはい、ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、そのともろもろお疲れ様でした。また明日、バイバーイ、頑張るぞー。おー。